おい、すまんの、ちとばかしアストラルを吸いすぎちまったようじゃわい。皆さん、テーブルマウンテンは知っていますか？平べったい頂上を持つ不思議な形の山なんですが、珍しい動植物の宝庫だとか。中でもオーロラ蝶という鳥は美しいことで有名で、地上でもめったに見ないんですよ。わあ、オーロラ蝶見てみたいです。しかも今回はただのオーロラ蝶ではありません。まだ誰も捉えたことのない幻の黄金オーロラ蝶を探しに行きます。もし捕まえたらお前が一番になるぜ。こりゃ気合い入れてかないとな。よく来なすった旅の人よ。ここがテーブルマウンテンで有名なテーブルビレッジですぞ。さあさあ、我が村の名物テーブルケーキはいかがかな。テーブルクッキーも人気の土産だ。それともテーブルマウンテンの珍しい石や押し花が良かったかね。いえいえ、村長さん、私たちは観光できたんじゃないんですよ。実はですね。なんですと、テーブルマウンテンに登りたい。それはやめておいた方が。どうしてですか。いや、あの山にはアストラルじいさんがいるからな。ふむふむ、そのアストラルじいさんとは。まあでもどうしてもというなら、じいさんしか登山道は知らない。会って案内してもらうほかないね。おい、いいのいいの、食後の爆裂はまた格別じゃわい。もしかしてさっきの音はおじいさんが。おお、いかにも、アストラル大魔導術の創始者マルキアレスの爆裂であるぞい。アストラル、なんだそれ。なんとアストラルをご存じない。偉大なる英知の遠言アストラルを。ちょっとわからないです。なんとかわいそうな方々じゃ。いたしかたない、わしが今節丁寧に実践を交えて説明せねば。いえいえ、それよりもですね、テーブルマウンテンの頂上へ案内してもらいたいのですよ。え？頂上？アストラルはいらんのか？アストラルは便利なんじゃよ。アストラルは強いんじゃよ。アストラルはとても賢いんじゃよ。じいちゃん、アストラルはもういいから頂上を案内してくれよ。おいらたち早く黄金オーロラ蝶を探したいんだよ。な、黄金オーロラ蝶とな。今、黄金オーロラ蝶と言うたか。なあ、なんだなんだ、じいちゃん、なんか知ってんのか。いや、それよりアストラルはどうじゃ。ほれほれ、この通り、アストラルは健康にも良いんじゃよ。だからアストラルはもういいって。星の声を聞いてからというもの、アストラルの魔力を無限に引き出せるようになっての。
わしなんぞほれ弱い200を超えとるというのにどうじゃピンピンしとるわい。200歳っておじいちゃんお元気なんですね。あ、そうだな。じいちゃん毎日が楽しそうでいいよな。そなたらもか、そなたらもそんなかわいそうな老人を見る目で、なんでじゃ、なんで誰も信じんのじゃ。みなさん、時間が惜しいのでもう行っちゃいましょう。おじいさん、どうもお邪魔しも。って、あれ？おじいさん、どこ行っちゃいました？おい、よろずや、あんなところに。おい、アストラルはあるんじゃよ。見えないけれどあるんじゃよ。いやはや、ここまで連れてきてこれを言うのも酷じゃがの、実は黄金オーロラ鳥などおらんのじゃ。なんだって？それじゃ無駄足だってのか？残念です。オーロラ鳥見たかったのに。ほほほほほ、仕方ないの。普通のでよければちょっとだけじゃよ。わあ、綺麗です。可愛い鳥さんでいっぱいです。この山で暮らすわしにとってこの子らは唯一の喋り相手でな、まあ、言うても鳥語は苦手なもんで何を言うておるのかさっぱりじゃ。ああ、じゃがなんでかのひどく怖がられておるのはなんとなく分かってな。そうなんですか？すごく仲良しさんに見えるのに。そうかね、それは嬉しいの。ならば我が友を奪わんでくれるともっと嬉しくなるんじゃが。だよな。じいちゃんから友達を奪うなんてオイラたちにはできねえよ。そうですね、それは仕方がありませんね。オーロラ鳥は諦めますか。ほう、物分かりの良い者たちじゃ。なんじらならばきっと分かってくれると。じいちゃん大丈夫か？しっかりしろよ。おじいちゃんどこが苦しいんですか？いかん。何がいけないんです？爆裂浮遊術。爆裂浮遊術、それが一体？使いすぎてアストラル酔いなのじゃ。なんなんだよアストラル酔いって。じいちゃん意味わかんねえよ。いいから早く離れるんじゃ。今すぐ下山してできるだけ遠くに。そんな、気分が悪そうなのにおじいちゃんを置いて戻るなんてできません。いいから早く離れてくれ。でないとわしはもう。
ダメじゃ。もう、魔術とは爆裂なのじゃ。中心にあるのはひょっとして、いやおすまんのすまんの、アストラル大魔導術を開眼したまではよかったんじゃがの、なぜかわしの体にはアストラルが合わんくてな、吸いすぎるとちいとばかし灰になってしもうて、アストラル爆裂してしまうんじゃよ。フォフォフォじゃないです、おじいちゃん。そうだよ、じいちゃんの大事な友達も危なかったんだからな。認めとうなかった。鳥たちがわしを恐れる理由知りとうはなかったんじゃ。されどもうあの山へは戻れぬ。はあ、一体わしはどう生きていけばよいのじゃ。ふふふ、そんなの簡単です。皆さんと一緒に旅をすればいいんですよ。おい、よろずや、また勝手なこと言いやがって。な、いいのかよ。よくぞ聞いてくれた。アストラルというのはな、エーテルより濃く深い階層を満たす星の英知じゃ。万物はことごとくこの英知の下で運行し、魔力はその英知を円源にして無限の再構築を可能となすのじゃ。うん、聞いたところでわかるようなもんじゃねえってことだけはよくわかったぞ。うん、そっか。ならば公爵よりもやはり実践。どれ、一丁ドゴーンと。ちょーい、ドカンしちゃダメだってんな。ほほほほ。でも残念でしたね。シェロさんでも手ぶらで帰ることってあるんですね。ふふふ、それがですね、実は黄金オーロラ町もですね。いたんですか？いつですか？どこにいたんですか？ほほほほ、そなたやるの？わしの黄金オーロラ町を見つけるとはなかなか目ざといやつじゃ。あれ、どうしたんですか？おじいちゃん、そわそわしてますね。いや、今ちょうど4年に一度のアストラル賢人会議の期間での。うわ、また出たよ、アストラルだ。アストラル賢人会議、
なんだかすごい会議ですね。そうなんじゃ。全空中の偉大な魔導士たちが一堂に会する特別な会議なんじゃよ。どこであるんですか？遠いなら急いで支度しないと。あ、いやいや、会すると言っても実際に会うわけではないんじゃ。会わなくていいんですか？アストラルに自己の精神のみを投射し、アストラル体と融合することで高次元で意思疎通の術式を発動させる。姿形こそ見えぬものの、どれほど遠く離れておっても、時には時間さえ超えて会話することが可能になるのじゃ。やっぱりじいちゃんの言うことはなんか怪しいんだよな。でも不思議なお話で聞いてて面白いですよ。というわけで、わしはちょっくらアストラル次元へトリップしようと思うんじゃよ。なーに、いささか動きは鈍くなるが、支障はない。気にせずやっておくれ。おい、気にせずって、ちょっと待ってて、じいちゃん。ちなみにこれはアストラル投射といってな、高い精神修養を極めた魔導の達人しかできんものなんじゃ。未熟者が試みればたちまち精神の迷子ぞ。迷子となれば二度と肉体には戻れぬ。夢夢、真似などせぬようにな。いや、じいちゃんよ、そんなの誰も真似しないと思うぞ。ってそうじゃないだろう。ダメだっちゅうの、そんな勝手な。ただの居眠りかよ。もう、じいちゃんよ、自由すぎるぞ。我ら、制空大帝黒竜先遣隊、大帝の加護に預かりし、近隣の民草どもよ、心して聞くがよい。我ら制空大帝黒竜先遣隊、大帝守護領の徴収に参った次第、即刻今期の守護領を納めるべし。あわ、すごい名前の人たちが来ちゃいました。うーい、こんな時に限ってまたややこしそうなのが。って、じいちゃん、起きろって。なんなんじゃ、おちおちアストラル会議にも出ておれぬわい。我ら制空大帝黒竜先遣隊、貴様、我が偉大なる制空大帝様に逆らうつもりか。何が制空なんたらじゃ。わしの大アストラルの英知の方がはるかに偉大じゃわい。ふざけるな、制空大帝黒竜先遣隊の方が強い。大アストラル魔導術の方が強いわ。制空大帝黒竜先遣隊、大アストラルじゃ。もうどっちでもいいよ、どっちもただそれ言いたいだけじゃねえか。うるせえうるせえうるせえ、ジジイは引っ込んでろ。なぞい、ちとばかしアストラルを吸いすぎちまっただけじゃわい。ちぇ、フラフラはそっちかよ。なあもう、じいちゃん早く外へ出ろって。我ら制空大帝黒竜先遣隊、我らを無視してどこへ行くつもりだ。おめえらを相手にしてるどころじゃねえんだよ。店が消し飛んじまっても知らねえからな。の、店だと、ふざけたことを抜かすな。
制空大帝黒竜先遣隊を脅そうなど。ダメです。ほら、おじいちゃん、もう少しで外ですよ。我慢してください。ウィアオー、じいちゃん。た、よし、覚悟。これで終わりね。いやー、すまんかった。チート吸いすぎちまったの。チートじゃねえよ、じいちゃん。気をつけてくれっていつも言ってんだろ。そうですよ、おじいちゃん。危うくお店がなくなっちゃうところだったんですよ。そうじゃの、すまんの。ついアストラル会議に懐かしい顔ぶれがあっての。いやー、助かりました、旅の方。あいつらにはみんなほとほと困り果ててやしてね。なんなんだよ、あの変な奴らは。元はただのゴロつきらしいんですがね、どこからやってきたのか、勝手に山中の遺跡に住み着き上がりましてね。制空覇王級なんて大層な名をつけちまって、そこを根城にした連中があの軍団なんですよ。それってただの荒くれ者だろ。町同士で協力して追い出しちまえばいいじゃねえか。へえ、まあそうしたいのは山々なんですが。何か問題でも？その制空大帝ってのが天体の動きを読んで不思議な力を引き出す魔術を使うんですよ。ん？天体の動きとな。それってまさか、じいちゃんと同じ？ずいぶん前に逆らった奴がいたが、コテンパンにやられちまって、もうおっかなくってダメですよ。しかも最悪なことに、あの制空覇王級ってのが、町と町を結ぶ街道のど真ん中にあってですね。町同士で連携を取ろうにも、常に検問されちまうから泣き寝入りってわけですよ。まったく、あんな山なくなっちまえばいいのに。てまあ、無理言ってもしょうがねえんですけどね。天守殿、よろしければわしらにこの件任せてはくれまいかの。え、じいさん、まさか制空大帝をやっつけてくれんのかい？そいつは願ったり叶ったりだが。心配すんなって。こいつはよ、こう見えても名の知れた貴君子なんだぜ。そうです、任せてください。悪い人たちなんてみんなやっつけちゃいますから。ビー殿、ルリア殿、すまんの。もうちっとだけアストラル会議に行ってきてもええかの。じいちゃん、ダメに決まってるだろ。そうですよ、これから悪い人たちを懲らしめに行くんですから。おい、じいちゃん、話を聞けよ。我らは制空大帝白陽精鋭連隊。よく来たな、万有なる愚民どもよ。ってほら、また変なのが来ちまったじゃねえか。我らは制空大帝白陽精鋭連隊。貴様らのことは敗走した先遣隊より聞いている。我らは制空大帝白陽精鋭連隊。この最強の精鋭部隊が貴様らをぶっ潰す。もうわかった
よ。何回言うんだよ。おめえそれ言いたいだけじゃねえか。ってあれ、よく見たらおめえってさっきと同じやつじゃねえか。くおい、間違いねえぞ。あいつだ、さっきコテンパンに倒した黒龍なんちゃらだよ。違う、我ら最強の精鋭部隊、制空大帝白陽精鋭連隊である。制空大帝白陽精鋭連隊である。なんかめんどくせえやつらだな。いやー、すまんかったの。おじいちゃん、久しぶりにチェスに興じての。エスタリオラ殿がなかなか返してくれんかったのじゃ。誰だよそれ。エスタリオラとか言われても知らねえっての。おい、エスタリオラ殿をご存じない？エスタリオラ殿は偉大な賢人でな。ああ、もうエスタリオラはいいから、じいちゃん早くあいつら懲らしめちゃってくれよ。おい、なんじゃ、爆裂すればいいんかの？そうだよ、いつものやつでドッコンしちゃってくれよ。頼みとあらばしょうがないの。そんじゃ一丁。どんなもんじゃい。わしにかかりゃ爆裂の威力も自由自在じゃ。よく言うぜ。でもまあ、じいちゃんのおかげで助かっちまったな。ええ、本当に助かりましたな。おーい、誰だよ。いきなりびっくりするじゃねえか。失礼、声優の輝きに導かれやってきたものです。この輝きは間違いございません。ご老人、あなた様はさぞかし高名なる魔導士様とお見受けいたしますが。いかにも、わしこそが声優の大魔導士、かの偉大なるアストラルの扉を開きしマルキアレスである。いや、じいちゃん、だからアストラルとか言わない方がいいんだって。そうですよ、また変なおじいちゃんだって誤解されちゃいますよ。ああ、やはりそうでしたか。実は私もアストラルを探求する魔導士だったのでございます。ええー、まさかのアストラル仲間か。ほう、同士でありましたか。これはこれは奇遇ですな。してそなたの名は？私めはアストラルの扉へ至れなかった情けない魔導士です。あなた様に名乗れるほどの名など。何をおっしゃれ、胸を張りなされ。かの偉大なるアストラルの存在に気づく者は極めて少ない。それに気づき挑んできたのですじゃ。それは皆魂と知恵の同胞ですぞ。何ら恥じることはない。名乗られよ。なんというありがたきお言葉。ですが、私はその魔導士すらやめてしまったもの、資格はありません。そう、その名を忘れて久しい。今では制空大帝と呼ばれるただの愚か者でございます。ほえ、制空大帝だって？そんな、おじいさんが悪い人たちのリーダーさんだなんて信じられません。どうかお願いでございます。私の研究成果を使って悪さをする輩を懲らしめていただきたい。そしてマルキアレス様の偉大なるアストラルの力でもってさまよえる私を魂もろとも吹き飛ばして。うわ、消えちまったぞ。どうなってんだ。うわー。
ひょっとしてお化けなんじゃ。難儀であったろうな。貴殿は迷子となってしまったのか。我らは星空大帝様を守る最後の切り札、星空大帝近衛兵団である。だからもういいって。おめえらさっきの奴らだろ。無理しねえで降参しろよ。違う、我らは星空大帝近衛兵団。我々がこの遺跡で発見した偉大なる星空大帝様の魔道具、これさえあれば貴様らなど一頃よ。さあひざまずけ。我ら星空大帝近衛兵団に服従の意を示せ。何が魔道具だよ。こっちにはな、正真正銘本物のアストラルじいちゃんがいいんだぞ。そうです、おじいちゃんならあのものへちゃらです。ほほほ、任せるがよい。アストラルは会議で十分数てきた。我が大魔道術の真髄見せてくれ。おいやおわっ。俺の山が、夢が、セイク覇王級が、もうおしまいだ。じいちゃん、遺跡どころか山ごと爆裂させてどうすんだよ。おい、やってもうた。じゃが、町の人もいらんと言うとったし、ま、いいか。全然良くないです、おじいちゃん。島の地形を変えちゃダメですよ。マルキアレス様、お見事にございます。これでもう誰も私の魔導研究所を悪用する者は出ないでしょう。やはりそういうことであったか。貴殿は研究の過程でアストラルの迷子になってしもうたんじゃの。いやはやお恥ずかしい。未熟さゆえアストラル投射に失敗しまして、精神のみがこの有様で。しかしあなた様がアストラル爆裂で吹き飛ばしてくれたおかげで、どうやら私も旅立てそうです。心より感謝を。高名なる声優の大魔導士マルキアレス様。いやあ、アストラルじいちゃん、今まで疑っててごめんな。ごめんなさい、おじいちゃん。アストラルはあったんですね。ほい、いいんじゃよ。わしはちーとも気にしておらんのじゃよ。そんなことより、ちーとまたアストラル会議に戻ってきてもいいかの。なあ、ダメに決まってるだろう。これ以上爆裂してどうすんだよ。おじいちゃん、アストラルは禁止です。そんなこと言わんでちょっとだけな、ルリア殿。ちょっとだけじゃ。ダメです、絶対絶対アストラル禁止です。おじいちゃん。